こんばんは、ドライトニュースの時間です。統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.18.30.30 のアップデートがありましたので紹介いたします。今回のアップデートはベータ版で起こっていた重大な問題の修正が入りました。ワイルドアップデートに関する新要素や変更ではありません。そして修正内容は一つのみです。前回のベータ版ではワールドを開くとチャンクが破損する可能性があったようです。前回のベータ版とプレビュー版でチャンクが高さ0未満で破損してしまう問題を特定したようです。この問題の発生を防ぐために新しいバージョンのリリースに取り組んでおり、本日こちらの問題が修正されました。アップデートがリリースされるまでワールドを開かないように警告がありましたが、これでもう安心ですね。そしてチャンクが破損することはなくなりましたが、影響を受けたチャンクは元のワールド生成に戻されます。素晴らしいですね。以上、統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.18.30.30 の重大なバグの修正アップデートでした。以前もチャンクによるワールドの破損があったので、これがないようにしてくださいね。早めに重大バグが修正されてよかったです。それでは良い一日を。